久々にね、インテレオン使いたくなってちょっと調べてみたんだけど、今のインテレオンって、インテレオンの主流か、技の主流は狙い撃ちなんだね。前はね、一昔前はもうアクアブレイクが結構幅を利かせたと思うんだけど、まあ、てわけで今回狙い撃ち型でやっていこうかな。狙い撃ちで、先決ってやっていこうぜ。で、持ち物は、すり抜けスプーンにこだわりメガネに物知りメガネっていう感じかな。でも今回の俺たちの編成ちょっとやばそうなんだよね。なんか、やばそう。大丈夫かな。インテリオンだけでこれ狩るのめっちゃ大変じゃねこれ。ちょっとなんかゲージだけ貯めといてさ、あれしようぜ。なんかもう一人で狩るのマジ大変すぎるこれ。波溜め打って、取られないよね、さすがに。ラストヒットケアだけちゃんとしながら動いていこうぜ。残ってるけどね、あそこにね。これで枯れるか。よし。まあ、でもいい感じじゃない？壁。あいつが多分取りに来ない。来てるね。よし、来た。それダメ。危な。マジで危ねえ。ちょっと一人にされるとしんどいんだよな。ゾロアーク中央狩り、中央レーン嵐成功したのかな。成功してない気もするんだけど。大丈夫かな。だいぶ結構悲惨なことになってそうな気もするんだけど。なんとかなる。でも早くマジで先決覚えないとな。ダメだな。ちょっとしんどいわ。水鉄砲だけだと。でもまあラストヒット強いからね。確かにインテリオン一人にされてもなんとかなったりもするかもしれんけど、闇闇多分死ぬな、あれ。きっと。いや、生きてる。生きてる。特性で生き残ったのか。これ、早めに、がっつりもう殴っちゃいたいね。ナイス。とどめ針打って。結構でもレベルは高くなってきたからな。ゲージもしっかりと回収しといて。外した。外した。で、ドラパマジだるいんだけどね。来た。うわー、無理だったか。あいつちょっと倒したいね。よし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 。いいぞ。よし、いいね。これで狙い撃ち覚えて。これでも厳しすぎるんだけど、一人で。上行こうかな。上行こうぜ。下レーンは、上4戦術で行こうぜ。一人でなんか、ピクシーとか、相手しててもな、なんか、闇闇も下に行ってたしな。これ当てたい。絶対当てたい。よし。絶対当てなきゃダメ。ここで。俺は、お兄ちゃんだぞ！絶対当てなきゃいけなきゃダメ。やばい、狙われる。いいね。当たった。いる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 よ、いるよ。当たった。よし。ちゃんと当てていかねえとな。あ、取られたかな、ラストヒット。取られちゃったかも。狙い撃ち一撃じゃまだ落ちねえかもな。これなんか場所ちゃんと見とかないと。当たんなかったか、ちょっと。いるね、ヌメルゴンが。なに？よし、ヌメルゴンぶち抜いて。間違えた。普通に間違えた。いや、削りだけ入れといて、あとはドラパに、ん？ドラパー倒してもらいたかったんだけど。タンクがいねえから厳しいね。やばいね、タンクいないから、本当に、今回。タンクがいたら、だいぶ遠距離キャラは、立ち回りやすくなるんだけどさ。
当たんない、当たった、よし、ギリ当たった。ここ、うわ、外しちゃったか。え、今の当たってないの。まあでも細いからな、線がな、鮮血の弱点だよね、これがね。で、よし、当てた。ドラッパが怖いからな、一個引く。なんか、よし、ピクシー狙って、とりあえず、俺の役割、淡々と当てるのみ。淡々と鮮血を当てるのみなんだよな、死なずにな。絶対当てろよ。くっそ、外したか。絶対当てたかったんだけど。もう消えたか。いや、まあまあ、でもまあ死なずに、でもそれが仕事だもんな。特に状況変えれるような感じではないからな、性能的にな。ミュウツーにはなれない、みんな。もう淡々と前に出てきてるやつに鮮血を当ててぶち抜くのみよ。ただユナイト技からのあれが強いんだよな、通常攻撃連打は強いから。おい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 、ユナイト切ってこれもう全ガンガンべっつりやっていっちゃっていい気がする。いい回避、鮮血。意地見せたね。いや、ここで焦りの状況で一匹持っていけるか持っていけないかでだいぶ変わるからな。これでかいよ、気持ちの強さが出たね。全力でお兄ちゃん遂行するからね。ちょっと上に集合せ、もうちょっと S バー動いてねえしな。もうだるだる。まあそれ S 場も使いにくいわな。わかるよ。わかるよ。編成によってやっぱ活躍しやすいとかしにくいとか出てくるからな。この状況だと S 場とか月光画とか活躍するの結構厳しかったりすると思うんだけど。うえええええ、当たってないの今の。ちょっとギリ、射程ギリすぎるか。でも射程ギリぐらいがちょうどいいんだよ、マジで。よし、当てた。いいね。ここ、何、外した。よし、ぶち当てていけ。しっかりしっかりぶち当てていけ。ギリ当たるかな、ギリ当たるかなって感じか。ここ、よし、いいね。しっかり鮮血ぶちかましてね。ここ、いや、マジか。よし、ちゃんと当てろ、ゆっくりでゆっくりで。よし、割とぶち抜けてると思うんだよね。いない時ってもうあれしちゃうかね。ここでもうガンガン殴りっちゃうか、それが良さそう。よし、当てて。いいよ。いいよ。いいね、いいね。でも、ガンガン殴ろう。ガンガン殴っちまおうぜ。ただ、これ、決めにいけるかどうかがね、よくわかんねえんだよな。ちょっと怖えんだよな。ね。みんなが真ん中、敵が真ん中行ってからじゃない？決めるとしたら。そう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 、これで。真ん中行ってから、もう、決めて、撤退してゴール守りに行くのが一番いいんだろう。インテリオン相手の陣地じゃ、ちょっと厳しいよな、と。で、月光がどうせ飛ぶ、どうせ飛ぶ。どうせ飛ぶ。だよね。じゃあ俺こっち側で、鮮血をちゃんと打ちに行こうぜ。インテリオンね、弱点あれだ、あれだけ、あれだけ。
マジ厳しいんだけど。まあ、でも、64とかだけだったらな。でも、守りきれん、あれはさすがに。俺の領域展開する？領域展開見せてあげようか、こっから。いいねー。あ、気持ちいいな。だいぶばっこり削れるからね。あとは、急所当てて。どけ！俺は、お兄ちゃんだぞ！先決。何？先決楽しいな。いや、64とか決められたけどさ、34と64とかで割られちゃったかな、ウエレン。だそんなめちゃくちゃばっこり入ってるわけじゃない気もするんだけどな。とにかく、レッグーザ取られてないから真ん中のゴールさえ守れれば、点数負けしないと思うんだよな。いいね。やっぱインテレオンね、楽しいね。今回の編成割といいんじゃない？ストライクかハッサムかどっちかわかんないけど。水鉄砲を使って、べっつり買っちゃおう。で、それ吐きたくない俺それ。ナイス。こうしたいな、できれば。ナイス、いいね。エナジーは正直ね、いらんからな。いらんは嘘だけど。よし。涙目からのね、あれがいいよね。やっぱり、まあ、適当に買っといてさ、ラストヒット取りたい時に水鉄砲取っといて、涙目取っといて、涙目からの水鉄砲で、いい気がするね、もはや。なんだこいつ。ゼラオラ来てる。やばいな、ゼラオラちょっとやだな。やれそう、ワンチャンやれそう。いやー、まあさすがにか。さすがにだな。ゲージ溜まってないな、やばいな。1ゲージ、2ゲージかな。当たんなかったか、最悪だ。まあ、とりあえず通常攻撃連打しながら。いるかな？いるね。ゲージ溜まってるからもう水鉄砲、涙目からの。やっぱ草タイプだからやっぱこう、今一つなんかな？なんかそんなダメージ出なかったな、あんまり。だ、よーし！やっぱね、涙目からのあれで全然いいわ。火力。なんとかなるわ。おい、ゾロワーク。なあ、おい。ちょっとめんどくさいね、あいつはね。学習装置があるからだいぶ。あ、当たった。当たった。いいね。いいね、いいね。17決めちゃうか。で、やばい、死ぬかも。よし。気合で。よーし。気合で持ってった。適当になんかとどめ針打ってさ、通常攻撃で殴るのなかなかいいね。ラストヒットも技打った後に、水鉄砲とか打ってあげたら全然。間違えた、やばい、間違えた、普通に間違えた。あとあいつ一発なんだよな。でもまあ、俺は、お兄ちゃんなので、先決打っていくんすわ。いや、ここら辺立ち位置。適当に打ちゃ当たるだろ。はいはい、落ち着け。これは、ルカリオのインファイトはカモにできそうじゃないそれ。とりあえず撃とうぜ。とりあえず撃ちまくろうぜ。どうせ当たるでしょ。どうせ当たるもんな、敵にな。当たってない？これ通常攻撃でもう火力出していいとして。何それ。クリアリングもしっかり兼ねて、で、しっかりラストヒット取って、ゼラオラとかに絡まれないようにだな。
うん、それが一番いいね。はい、ぶち抜いていく。立ち位置ここら辺がちょうどいいもんね、なんかね。めちゃめちゃいいんだよ、立ち位置が。あとは、適当にぶち抜いてさ、とどめ針から、急所ゲージ貯めて、ぶん殴っていくだけでいいからね。真ん中でも欲しいな、ちょっとな。けど、うわ、今の当てたら気持ちかったな。単独行動ちょっとできねえかも。マスカニャ、ジュナイパーもいるね。ジュナイパーもいるからな。これもらっちゃってもいい気がするけどね。回転貯めて。まだ単独行動はほんと良くない気がするわ。だから今の上に行きたいけど、なんかいろいろ敵がね、わちゃわちゃしてたから。普通に行くと死ぬ可能性高いからね。俺は行きたくなかったな。ここ。はい。先決。外した。そう、カイリュウがいるからね。カイリュウじゃねえや。ゾロアークが来てるから。うまーうまー、外した。ここ。マジか。まあ、視界取りしてもらってからだよな、味方にね。なんか倒した。いいねー。やばい、それは。間違えて入っちゃった。間違えて入っちゃった、ユナイト技。でもまあ、吐くとこないよね、ほぼほぼ。あ、なんかレジエレキとか取るときぐらいかな。それぐらいだと思うんだけどさ。間違えて入っちゃった。しかも今回さ、敵にさ、ルカリオンにマスカーナにゼラオラっているから、あんまユナイト技刺さりそうじゃないんだよね。そもそも近づかい、あいつらに近づきたくないんだよな。インテリアのユナイト技強いんだよ。すごい強いんだけど。アサシンと正面からなんか通常攻撃で殴り合うって感じは、悪手な感じするしな。ちょっと下レーンまずくね、それ。うん、まずいよね、やっぱりね。来そうだよね。いたね、今。うわ、最悪だ。最悪だ。思ったより、やっぱ、あれだね、もう本当に、壁になるぐらいさ、気をつけないと、流れ変わるから、マジダメだわ。油断してたわ。マスカーニャも、ちゃんと、気合っていかないとね。よくないね。ただもう叩き込んだよ。体にもう叩き込んだ。だから、あとはもうレック座戦で、へまらないようにね、するだけ。それだけでいい。まあ、ジュナイパーと打ち合うのもなんか違うしな。まあ、相手のなんか、でも狙えそうなやつぶち抜くぐらいでいいや。あともう。ゼラワラとかがマジで怖い。割とでも早めにユナイト吐いて拒否ってもいい気がすんな。何感触起こしてんだ、てめえはよ。早めにユナイト切って。とりあえずダメージ与えながらでいい気がする。うん、それでいい気がするわ。倒した今の。今のってやったか倒した。よし。でもあんま良くなかったな。でもゼラオラとかに、狩られるよりかは全然マシなんだよね。普通にマシなんだよね。よし、ぶち当てた。一発ぶち当てて、あとは味方に起点作ってもらうとかがいいんじゃねえかな。ぶち当てたけど、倒した！今の倒すか、俺。ただ俺、なんか、率先して殴れないんだけど。レジエレキ。マジ助かるな、だから。マスカーニャだけ怖い。
よし、倒した。いや、取れてない今の。待って、今のあれかも、俺急所ゲージなかったかも。最悪だ。もっと陰キャ性能をね、高めていこうか。楽しいね、でもインテリオンね、めっちゃ楽しいわ。今回下レーンでね、もう1ゲージ貯めたいね。で、こうしよっか。中でも下手だな。でもいいや、涙目あればいいや。よし、なんとかなる、涙目あれば。涙目と水鉄砲さえあれば、これ両方取ってね、ラストヒット意識しちゃえば別に。あれ、あれ、順番が、まあ、いっかね。これ通常攻撃でぶん殴りながら涙目取って、よし、これ強いよね。涙目からの水鉄砲がやっぱ楽だな、なんだかんだすげえ楽。あと壁で壁を見つめてね、透明化しながらやっていく。でもあれ上げた方がいいわ。うん、なんだっけ、ブラッキー、エイフィー。いや、いいね、お互いに火力出せるぞ。相手に近づく必要はねえしな、今回な。ぶっちゃけ、どうしよっかな。水鉄砲溜まればいいんだけど、溜まんなかったら普通に通常攻撃で、まあ、取りに行けばいいっていう話だもんな。よし、とどめ針覚えて、まあ、とどめ針覚えたらもう適当に通常攻撃で取りに行っても全然いいからな。全然足りるしね。あとまあ中央ワンチャン上行く暇だし、まあいっか、中央の狩るか。べっつりこう中央買っといてさ、アブツル来るかな。とりあえず攻撃当ててみたけど、ワンチャンやれそうだな。最悪だ。よーし、気持ちいい。うわ、最悪。せっかく倒したのに、ザシアンのこと。まあでもいいんじゃない、インテレオンとは何たるかがちょっと徐々に徐々にやはり理解できてんじゃない。ちなみにメタグロス今勝率最下位らしいね。そりゃそうだ、そりゃそうだわ。メタングで頑張ってるよあいつは。無理か、先決で。なんかめちゃ取れたな。なんかまぐれだけど取れたね。すげえまぐれだったけど、正直どうしよう、俺逃げられねえ絶対。絶対逃げられねえこれ。ちょっと厳しいね。あと下に敵が4枚いるから、これ結構上の1匹下に降りてきてほしい感じはあるね。どっちか、あでも相手上にも 2枚いんのか。いやでも2枚いてもな、ちょっと片方4枚にしたいな。なんか結構拉致が開かねえから、片方4枚で戦いたい。オザシアンだけマジ気をつけて、取りいけねえもんな、あれな。そうなんだよな、ザシアンがやっぱ狙ってきてるから、ちゃんとザシアン拒否しないと。やばい、いる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 。よし、それでも俺は雑誌適応した。ガコンって、あーこれラストヒットあげればよかった、最悪、あげればよかった、やらかした。もう打ち抜くのにしよう、これ一旦キャンセルしてね、あれした方がいい、一歩引いた方がいい。でザシアンが今浮いてるのよきっと。そう、今浮いてんだよな。領域展開しよう。嘘だろ、
ユナイト履いてる俺に、俺に殴り合ってくるなんて。逃げられない。もうこれ仕方ないよな。めっちゃ来るよな、やっぱ。きちぃナイス。いや、ザシアン、倒した？いや、倒せてない、ザシアン。厳しいね。どうしよう、ザシアン。マジ厳しすぎる。まあ、前衛に頑張ってもらうしかないよな。前衛に。前衛にさ。よし。あれも普通に殴って倒して、前衛に、固く動いてもらうしくらいしかもはや道は。よし、当てた。いいね。ないよね。味方か、これ。ね、ザシアの視界とか取ってもらうしかマジ道ないよな。よし。ちょっと、打ちすぎてあれなくなってる。気持ちいい。でもこれザシアンがいるから怖えからいけねえんだよな、俺。この草むらとかから来る可能性があるから。もう本当に念は、念には念はもうビビりすぎるぐらいでちょうどいいと思うわ。よし。ビビりすぎるぐらいでちょうどいいからな。あれ、上、ゼラオラのところなんか穴開けられちゃってる。ただね、野生狩りができてねえからな。レベルちょっと低いんだよな。とりあえず取った。取ったし。うわっ！ナイス！ナイス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 、ナイスすぎる、それ。あとはここで。ぶち抜きに行くだけなんだけど。いや、いい判断だ、それ。ちゃんと来るの。けど俺も、だいぶね、いい距離感で戦えてるよ、マジで。結構いい距離感でやれてるよ、俺も。敵が来そうだったら一歩引いてって。取れちゃうんだよなぁ、ラストヒットはなぁ。ちょっと微妙に足りてない、チルタリス。メタグロスが。メタグロスね。もうちょっと硬くしてあげてもいいと思うんだけどね。バランス調整でね。なんか集団戦が、集団戦で活躍できるバランスタイプみたいな。集団戦で、前張れるバランスタイプ的な紹介文で追加されてんだけど、こいつ。こいつの耐久じゃ、今のポケモンたちに対して前張れないし、ちょっとこれ、結構俺ヘイト溜めてると思うんだよな。だから、ザシアンとかに、がマジでいる可能性が高すぎるんで、いろんなとこに。当たった。やっぱいる。なんかいた、なんかいた、なんかいた。ザシアンあっちにいて、ぬめ。よく気づいた。うわ、行くと思ったんだけどな。ザシアンの姿がちょっと消えたから。いるね。いや、取れる気しねえ。むずいね。こいつらの目をかいくぐりながらラストヒット取りに行くの。